地震の情報をお伝えします。先ほど7時14分ごろ、能登半島沖を震源とする最大震度4の地震が発生しました。地震の規模を示すマグニチュードは 5.0、 震源の深さはおよそ 10km です。最大震度の4を観測したのは石川県珠洲市、また震度3を観測したのが新潟県上越市、佐渡市、石川県輪島市、能登町となっています。北陸地方周辺の地域からは震度2、震度1を観測しています。なお、この地震による津波の心配はありません。地震の情報について最新情報はウェザーニュースのアプリからもご確認いただけます。地震チャンネルです。発生しました最新の地震情報について確認することができます。震度の詳細というボタンを押していただくと、実際に観測された震度、またそのエリアについて詳しく確認することができます。今回の地震で揺れが発生したエリアについても詳しくご確認いただけますので、ぜひご活用ください。